リサイクルゴミがグリーンベルト、そして丸ゴミが赤のベルトで行くようになってますね。これは常に中空にしてまして、何かあった時に消防活動用、はい、備えるような用地です。なるほどね。これこんだけあればはしご車も OK だね。